あの、私のところにですね、私コーチカンセラーなんで、いろんなこう人生相談って持ち込まれるわけですけど、やっぱりね、悩みの多くってもう4つですよね。本当に大きく分けて人間の悩みって4分類だなって思うんですけど、まあこれ純不動ですが、一、えー、1つ目はお金の問題。出、う、て、ん、絶対ありますよね。2つ目が、 健康の問題。これ絶対あると思います。で、三つ目は、生き方の問題。これめちゃくちゃ多いです、私のところは。ね、本当に、なんかこのままで人生いいんだろうかとか、今人生がうまくいってなくて、こういう生き方でいいんだろうか。これすごい多いですよね。で、四番目が、また今日のメインテーマになりますけども、後ろに書いてあります。人間関係です。これはもう切っても切れない。ね、あの、有名なアルフレッド・アドラー博士は、悩みの全ては人間関係から来る。 ってそんな言葉も残してるぐらい。まあ、全てっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、でも私たちの抱えている悩みの本 本当に多くが実は人間関係に起因してるってことはよくありますよね。例えば、学校で不登校になってる子供とかいるんですよ。で、こういう子供っていうのは学校の勉強についていけないとかで不登校になってたりするんだけど、よくよく紐解いてみると、学校の勉強についていけないこともあるんだけど、どっちかというと、それによって先生に気づく叱られたりとか、周りの友達にバカにされたりすることが怖くて、結果引きこもりになってしまったっていう方もいっぱいいます。一見すると人間関係のない 悩みに見えないんだけれどもよくよく探ってみると人間関係が原因になってるよっていう悩みがめちゃくちゃ多いんですよねじゃあそんな人間関係をどうやって構築していくかというのは私たちの永遠のテーマでもあるし今日は これがないと本当に特に日本では人間関係壊れるよっていうテーマをお話ししてみたいと思います。これすごく大事なんですよね。逆に言うとこれがあれば人間関係がすごく良好に生きやすくなるすごいコツがあるんです。これ何が入ると思いますもちろんいろんな言葉が当てはまると思うんですが今日皆さんにお話ししたいこの〇〇とは挨拶なんです。挨拶。 めちゃくちゃ大事ですね。は挨拶そんなもんぐらい毎日やっとるわって方も多いかもしれないですよね。ところが、この挨拶っていうのはもともと心を開いて相手に迫っていくっていうそういう意味があるんですけれども、これをおざなりにしてる人のまあなんと多いことか。ね、会社なんかでも挨拶ぐらいするけど、本当にきちんと挨拶できてるかというと、どうだろうってとかありますよね。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。タイムカードだけ見。 これって挨拶ですかね相手に心を開いて、ちゃんと相手の心に迫ってるんでしょうかの、ただのルーティンであり、何の心もこもっていない、ただの悪臭、悪までいかないけど、ただの一つの習慣になっちゃってますよね。 なので、挨拶を本当に丁寧にすることができるかどうかで、人生左右するよ。人間関係本当に変わるよっていうぐらい、めちゃくちゃ大事なことなんですよね。だから、小学校の時からやってるじゃないですか。先生おはようございます。先生さようなら。さようならってちゃんとやってきてたんですけど、大人になってからもこれやってる人、ほとんどいません。うん。で、上司に対して、あ、おはようございます。あ、おはようございます。今日もよろしくお願いします。 この挨拶ができるかできないかで、もう上司からの印象は天と地の差になりますよね。でも、ここをすっ飛ばして、テレもあって、おはようございます、おはようございます、みたいになる。うん、もう中学、高校ぐらいになるとだんだん挨拶というものが大ざなりになっていったりとかありますよね。でも大人になってからもこれって、実はすごく大事だったりします。 あの、確かに挨拶なんてそんなに大事じゃないんじゃないのっていうね、スペインの心理学者である、オルテガっていう学者なんかは言ってたりしますけれども、挨拶なんてもともと人間にセットされてるもんでもないし、人間ってのは好き勝手に生きるもんだから、わざわざ相手に挨拶する必要なんか特にないんだよっていう学者さんもいます。 なんだけれども、アメリカの社会学者であるイー・ゴフマンなんかは、やっぱり挨拶の重要性というものを本当に大切に研究されていて、挨拶があるからこそ人間関係は円滑にうまくいくのだと。特に挨拶というものは、西洋でもそうだし、アジア諸国では、わざわざ知人同士で気軽に交わす挨拶ってそんなに多くなかったりするんですよね。日本ほどは。 日本では、いやーとかおはようとか元気とかいろんな挨拶ありますよね。あんぐらいきちんと特にアジア諸国なんかで挨拶してるかっていうとそんなに多くない。基本的にアジア諸国では目上の人に対しては挨拶をするけど、知人同士では近い距離ではそんなに行わない。上司に対してもそこまで丁寧にやらないっていう文化があったりします。でも日本ではね、社会学者の柳田邦夫さんなんかが言ってるように挨拶によって人間関係がすごく円滑に行ったり、挨拶が人と人とを結びつけて、一つの働く仕事、 に向かっていくという、その文化、歴史というものがずっとこう積み上げられてきているので、日本では逆に挨拶というものをすっ飛ばすと人間関係が壊れやすくなりますよって言われているぐらいですね。逆に言うと挨拶を丁寧にするだけで、今丁寧にやっている日本人が全然多くないので、ここを丁寧にきちんとやるだけでも印象がすごく良かったり、コミュニケーションが、人間関係が円滑に行ったりします。で、私は挨拶にぜひ進めているって、もうこれやってみてくださいって進めていることが。 で、まあ、明るく元気に自分からっていうのはもちろん言ってます。おはようございますって挨拶される。もう明るく元気に自分からちゃんと挨拶する。おはようございます。しかもこれに一つプラスアルファですけども、名前をつけてみてください。あ、サラさんおはようございます。さラさんおはようございます。あ、中川さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。この一言、名字つけるだけで、皆さん印象どれくらい変わりましたおはようございますって言われると。あ、誰々おはようございます。 全然違いますよね。しかも今の日本でそこまできちんと挨拶をしている人が少ないので、あなたがきちんと心込めて挨拶が、挨拶一個できるんだったら、これだけでも、周りの方から、 突出した人だと思われたり、素敵な人だなと思われたり、それだけで評価が上がることだってあるかもしれないですね。人間、人に認められたいという欲求いっぱいあると思うんですけど、認められるためには何かこう、大行な、なんか大事業を成し遂げなくても、笑顔で自分から明るく元気に名前をつけて、挨拶をするってことを続けるだけでも、全く変わってきますよね。お子さんに対しても、おはようって、誰々おはようって、元気って、 きちんと挨拶からスタートするってめちゃくちゃ大事なんですね。うちも息子さんに言いますけど、うーって朝寝ぼけて起きてきたりするんですけど、それで本当に明るく挨拶ができる。おー、誰々おはようって、元気って一言添えて挨拶することをすごく大事にしているし、心を育てるためにもやっぱり挨拶するのはすごく大事だよということを、いろんな小学校、中学校の教育研究家たちも 言ってるぐらい、挨拶一つ、大事にできるようになったら、本当に人生変わっていくるんじゃないかなと。私が、さらに、で、ハードルの二段目として、おすすめしてるのは、もしよかったら、知人、同僚、上司だけじゃなくて、近所のコンビニとか、スターバックスでも、挨拶してみてください。日本人ってね、テレアなんで、挨拶してる人少ないんですよ。ね、朝、例えば、ローソンやファミマに行っても、店員さんは言ってくれますよ。おはようございます。うん。それに対してね、返事してる人、ほとんどいません。 逆に私が、あ、おはようございますって返事するとみんなびっくりしたりします。この人挨拶返してるみたいな。でも、挨拶されてるんだったら挨拶返した方がいいですよね。こういうことでもって、本当にいつも円滑な明るいコミュニケーションをやってると、ど、いつどこで誰といてもそういうコミュニケーションも取りやすくなるし、営業マンだったらやっぱり明るく元気に心に迫ることができます。おはようございます。お世話になります。お世話でございます,いますって、さっとセールストークに入っていけるかもしれないし、挨拶一つ、本当に大切にするだけで、 人生変わりますよね。こんな当たり前のこと、こんな小さなことでも、やっぱりたくさんの英知が眠ってる。しかも、日本独自とは言わないけど、日本固有の文化がかなり関係してるんで、日本ではやっぱり大切にされてます。大切にされてるにもかかわらず、今大切にしてる日本人が非常に少ないので、これを大切にすることからまた人間関係始めてみてもいいんじゃないかなと思います。ぜひとも、今日もしっかり、 夜の挨拶。夜7時か今。夜の挨拶として終わっていきたいなと思います。皆さんいつもありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。えー、チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい。日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。